人もろみの青年会でした。ありがとうございます。やっぱりいろいろイベントごとで県外とか行かさせていただくんですけど、やっぱりあのコザというブランドを持った気持ちですごい行くんですよ、はい、なので沖縄どちらですかって言われると、まあ、コザって地名はないんですけど、はい、あ、コザですって言うと、へえ、コザなんですかみたいな。でも、ゴテゴテのコザなんで、生まれも育ちも。なんか、そういった部分でこう宮城さんとかが頑張っていただいて、すごい嬉しく思ってます。ありがとうございます。あの、実は4日前もですね、東京の女子大生が、はい、来ましてですね、なんで来たのかなと思ったら、あの、コザっていう地名、地図にない町が、この沖縄市にあるので、はい、それを調べに来ましたっていう。あ、そういう観点もあるんだなと思って、ね、夏休みの自由研究的な。そうです、そうです。まあ、そうですね、コザは結構多いんですよ、はい、地名にない、住所にない地名が、はい、例えば中野町だったり、中野町も沖縄市中野町ではないんですよ。そうです、上地ですよね。上地、上地です、はい、中野町、俺はもう生まれも育ちも中野町なんで、はい、でコザもそうなんですけど、あの結構中央だったら、今で言うと、あ、昔で言うとセンター、はい、今は中央って名前なんですけど、うん、なんか地図にない名前で呼び合ってる文化っていうか、はい、それはある中でやっぱ独特なんですよね、コザという町は、うん、でそれをこう一つ間違えちゃうとイメージがちょっとダークすぎたりなんかするんです、はい、まあ、夜も結構メインなので、ライブハウスだったりとか、もちろん外人さんの往来が多い中での、イメージ的にはあんまりこう観光地にはなりにくい場所、はい、やっぱりどうしてもこう那覇空港から降りてまたいで恩納村に行っちゃう、うん、で高速から降りることがほとんどないんですよ、はい、で最近ここ10年ぐらいすごい沖縄市の方々が頑張っていただいて、こう例えば広島東洋カープさんにしかり、はい、さっき言った FC 琉球さんにしかり、はい、でやっぱりキングスさん、バスケットでいう、はい、まあ、スポーツに観点で、音楽でいうとライブハウスだったり、それこそエイサーだったりということで、独特の文化といったツールは持ってるんですけど、それをいまいちうまく使い切れてないのがちょっとコザの、あの、まあかっこいいところでもあり、あえてかっこいいところでもあり、ダメなところでもあるんですけどね。でも昨日広島の親善大使の女の子2人がですね、あの我々とまあ懇親会した後、うちの会長とですねライブハウスに行ったんです。あ、行きました。もう大変なことになったって言ってましたね。そりゃそうですよ、はい、はい、そりゃそうですよ、大変なことに。しかもペイデーの後ですから、はい、あの辺りがもうすごいことに、やばいですね、まあ、六本木一丁目よりも外人比率高いですよね、あの辺りは、はい、それも純外アメリカ人ですからね。そうですね、はい、へー、私も今日 FM 小座からこの会場に向かう車の中で見た光景というか、はい、このお祭り会場に向かうあの外国人の、うん、あ、数ね、確かにでも、はいはいはい、なんかそれが他の市町村で行われてる祭りと雰囲気がなんか違うなと思って、なんかいいなと思います、この雰囲気。確かにすごく外国の方多いですよね、うん、ちょっとまだならで、なんか沖縄市ならではというか、まあ、これが一つの僕らの武器でもありますよ、はい、やっぱりあのそういった方々がいる中で何かしらこうチャンプルー文化というか、はい、このカルチャーをいかにどううまく発信させていく か、はい、かツールが多い分それをきれいに見せるのが難しいんですよ。だからいいとこ取り、いいところなんかたくさんあるんだけど、これとこれを合わせるとダメになる部分もあるけど、でもそれをこういかにうまく出すかが、なんかの空にエイサー太鼓が鳴り渡り、若き情熱の歌が漆黒の空に響き渡り、